M193176mm 降車砲はソビート連邦の降車砲である。開発はドイツのラインメタル社。本砲のプロトタイプは1930年にすでに作られ、同年8月28日にソ連で試験が行われた。M1931 は老農赤軍のメガネにかない。ソ連はラインメタル社と契約。 その後1932年に開発が完了し、これも試験に合格、正式採用となった。1938年に本法をさらに近代化した M193876mm 高射砲が開発されるまでの間に3800門ほどが生産されたが、M1938 はさらに強力な52系 85mm 高射砲が 開発されたことであまり大量生産がされなかった。そのため冬戦争や独ソ戦術版では M1931 が老農赤軍の主力降車砲でありフィンランド国防軍の包囲戦術やドイツ国防軍の快進撃、ソ連の稚拙な運用も相まって多くが失われた。走行列車に車載する計画もあったとされるが詳細は不明。百三十三年に M1931 を T-26 に搭載した自走砲の製作が起とされた。これは SU-6 として開発が行われ、48発の砲弾を射載することが可能であった。1936年3月までに試験を終え、1937年には4両の SU-6 が製作されたが、実戦運用がされたかどうかは不明である。 ありがとうございます。